ノートパソコンでのタッチタイピングタッチタイピングとはパソコンやタイプライターなどのキーボード入力を行う際にキーボードのキーを見ないで指先の感覚だけを頼りにしてキーを正確に打つタイピング技法ブラインドタッチタッチメソッドとも呼ばれるピアノの鍵盤を見ないで弾く場合にブラインドタッチの故障が使われることもある日本ではタイプライターの打鍵法教育用に 触れ鍵法という漢字熟語が使われていた。見ながら打つ方法は、試験法と呼ばれ、触覚と視覚の対比となっていた。1913年発行の秋が暗証4著、タイプライタ教科書、タッチメソードは、タイプライティングの理想的練習法として、キーボードを見ずに投射する、タッチ、メソードの教科書となっている。1923年発行のカモ小1著。 タイプライターの知識と練習では、タッチシステム、サイトシステムという用語が使われ、タッチシステムはタッチ運指法と訳されている。1940年発行の英文タイピスト要論、第1巻でも同様にタッチシステムにタッチ運指法の訳語が使われている。1927年発行のオーブンタイプライチング、フ、オーブンクラインシュミット鍵盤参考術では、 タッチシステム、サイトシステムという用語が使われている。東間さふみは1989年の論文で、触れ指だけんという訳語を用いている。対義語には、目視打けがある。1990年代半ばまでは、和製英語のブラインドタッチという表記がよく使われていたが、以降はタッチタイピングが主流となった。ブラインドタッチという言葉に関しては、一部で、 ブラインドという表現が差別的ではないかとの指摘がされている。その一方で言葉狩りではないかという意見もある。古瀬幸宏によれば調べたもののは正英語なのかはわからず、英語のブラインドタッチを日本人が輸入したものの、アメリカではブラインドが差別的な用語とされ使われなくなった可能性が高いとしている。手書き原稿や印刷物から入力する場合、 多くの利用者は日本語入力にナ漢字変換を採用しているため漢字の変換結果をモニター上で確認しなければならず原稿台を用いて原稿をモニターの隣などの近い場所に置きして移動を少なくする努力をするしかしこのような場合は次の方法を用いることによってモニターを見ずに印刷物だけを注視した入力が可能となるアルファベット配列で習得する タッチタイピング初心者はコンピュータの操作のため目でキーボードトップの印字を見る傾向がある。これはタッチタイピング習得にとって一番の障害である。目で見る癖がつくとタッチタイピングの習得は困難になる。そのため初心者はタッチタイピングを習得するまでコンピュータの操作を行ってはいけないわけではないがミスに留意すべきである。運習得に要する期間は おおむね一週間である。ローマ字かな変換の場合、使用するキーがアルファベットの26文字なので、かな入力に比べて、キートップの文字を目視でお安やすく、覚えるべきキー数が少ない。一方かな入力の場合、覚えるべきキー数は多くなるが、打鍵数は少なくなる。例えば、かなを入力する場合、かな入力だと、か、なのに打鍵で済むが、ローマ字入力だと、 K, A, N, A の4打鍵が必要である。ただし、濁音や記号等も含めた一般的な文章を入力する際に単純に倍の打鍵数が必要になるわけではない。タッチタイピングの習得は大きく2つの段階に分けられる。初期運指、キー配列の記憶後期打鍵の無意識化打鍵の無意識化,意識化とは入力すべき文字キーの位置や打鍵すべき指を意識することなく、 指が動くようになることである。また、です、ますなどのよく使われる語彙は一連の流れとして記憶されるようになる。ローマ字入力では、打鍵の無意識化に加えて文字、タを t と a に分解することも一連の流れとして行うことができるようになる。各指の受け持ち範囲の例。スペースバーは親指、左右の外側のキーは小指が担当する以降は、 クティ配列の p c 用キーボード、金文字に関しては、ジスキーボードでのタッチタイピングについて述べる。タッチタイピングの習得初期は、さらに2つの段階に分けられる。すなわちホームポジションの理解と、指の分担の理解である。タッチタイピングでは、両手の指10本のうち、両親指を除いた8本の指を主に使用し、親指は、スペースバーを押すときに使用する。 まず最初に、A 字入力やローマ字入力の場合には、自分の左手人差し指をキー F に、右手人差し指をキー J に置く。そして左手の中指、薬指、小指を D、S、A の位置、右手の中指、薬指、小指を K、L へと、それぞれ置く。カナ入力の場合には、左手の小指から人差し指の順にチ、チと、シ。 は、右手の人差し指から小指の順に、ま、の、り、でに置く。文面では難しく感じるが、人差し指の F と J の位置だけ注意して指を置き、あとは自然に指を下ろせば、この位置にはまるようになっている。この指のポジションをホームポジションと呼ぶ。大抵のキーボードでは左右の人差し指に当たる2つのキーに、 ホームポジションを指先に知らせる小さな突起やくぼみなどがついている。このくぼみを頼りにすれば、キーボードを見ずにホームポジションの確認や復帰ができる。このホームポジションをモチーナイが竜と呼べるものもある。この場合、入力者がそれぞれのキーの位置、間隔を完全に把握しており、数本の指で全てのキーを操作するというものである。ホームポジションなどの勉強をせずに、 タイピングに慣れてしまった場合この方法になることが多い。英字でもナでも右手小指の受け持つキーが他の指に比べて多い。これはキーボードの右端へキーが追加されてきた歴史による。打鍵姿勢はキーボードを机のやや手前に置き、ホームポジションに自然に指を置ける位置で手首の付け根を浮かす。なお、机とキーボードの段差により、 書類作成時より差弱が大きくなる。その分、椅子の位置を上げて調整する。打鍵する以外の指は常にホームポジションに置き、打鍵が終わった指はホームポジションに戻す。タッチタイピングでは、ホームポジションを常に把握するため、両手ともいずれかの指はホームポジションに残しておく。タッチタイピングの習得にかかる期間は、個人差や練習方法の違いによる差が大きい。 タイピングのゲームなどは、運指の練習は行わず、キーボードのキーの位置を覚えるだけなので、習得にかかる時間が長くなる。タッチタイピングは、キーの位置を目で追うことができないため、目で見て覚えることは無意味である。キーの位置は、指の形から覚えることになる。学校学習などでは、運お及び指によるキーの位置把握に1週間、叶え数字記号混じり文が普通に打てるまで1。 過月程度の計画で行う。なお、段差の高いタイプライターのキーボードにおいては、指をホームポジションへ置き、指先以外の部分はキーボードにも机にも触れないようにする打鍵姿勢が主流である。この打鍵姿勢では、キーを打つ指以外をできるだけホームポジションから動かさないようにする。キーを打つ指以外は一切動かさないのが理想だが、それが無理ならば、 人差し指か小指のどちらかをホームポジションに残すようにする。すなわち、人差し指か中指でキーを打つときは小指を、薬指か小指でキーを打つときは人差し指をホームポジションへ残すようにする。タッチタイピング練習用ソフトは有料、無料を問わず数多く開発されている。ウェブサイトやオンラインでダウンロードできるものも多い。特に、ローマ字入力練習用は 簡単に開発ができるため、数多く作られている。また、パソコン検定では、準2級、3級、4級にタイピングの実技試験が設定されている。パソコン入力スピード認定試験の第2認定者は、全昭和アープロ実務検定の1級の種目、実技を免除される。第1級総合無線通信士、第1級、第2級、第3級会場無線通信士の無線従事者、 国家試験及び第3級会場無線通信士の養成課程終了試験には電気通信術の中に直接印刷原信の実技試験がある。ありがとうございます。